ちは。イギリス在住会議通訳者、発音改善コンサルタントの平松理恵です。早速フォニックスシリーズを始めましょう。今回はアルファベットの中の D を取り上げます。 D という文字とその音について、ここでは2通り取り上げたいと思います。基本的に D の音は D という音なんです。日本語のダ行に比べるともっと強く舌を顎に押し付けます。そして破裂させる音です。 D です。こちらは有声音になります。ではまずシンプルな dog の D から、 D dog。 そしてクラスター、 D と R、 D の後にすぐに子音の R が来ているパターンの音を練習したいと思います。 drum、 dr、 dr、 drum。いいでしょうか。この D の音は少し J に近いかのように聞こえます。 D、D、D、 Drum。 ではフラッシュカードを使ってエクササイズをしましょう。音声をオンにしてぜひ一緒にやってみてください。D, D, dog. D, D, doll. D, D, duck. D, D, desk. D, D, dinosaur. D, R, dr, 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 drum.Dr, dr, dry. Dr, dr, draw. Dr, dr, dress. Dr, dr, dragon. フォニックスの練習お疲れ様でした。フォニックスは発音改善のいろはのいということで、 A から Z までしっかりとできたなら、本編の発音コースはいかがですか？そちらの方ではフォニックスよりも少し進んだ発音改善をご用意しています。もっともっと深めてみたいと思う方、ぜひぜひウェブサイトの方をご覧ください。概要欄に載せてあります。 See you next time.